ちょっと金魚の方が最近あんまり載せられてなかったんでね、ちょっと進捗がありましたんで、そしてまあ亀系ということでね、今回は、僕行けなかったんですけど、ちょっと代わりに買ってきてもらった、赤目の主文君ですね。名前を出していいのかちょっとわからないので今回は名前を出さないでいきますけど、まあ誰のか大体皆さんわかると思いますけど、こんな感じでね、リンリンがとてもよく乗っている素晴らしい金魚手に入れさせていただきました。これなんかいいですね。ギラギラですよ、ね。こういうタイプね、かっこいいです。そしてまあ本当はね、墨が乗ってるやつがいるということだったんですけど、これが若干墨がね残ってるんで、もしかするとね、どっかのタイミングでスパーンと出るのかもしれないです。で、なんとも言えないんですけどね。赤目金魚ね、素晴らしい魚ばかりなんで。これからもっと人気が出てくるように、ね、なるといいなと思っています。まあ、僕自身好きなんでね、いろいろちょっと載せていこうと思いますので、ぜひ、その際はねお付き合いいただけたらと思います。でとりあえず今日の新着なんですけど、まあちょっと洗面器なんでね、見づらいとは思うんですけど、まあある程度落ち着いた時期にね、水槽で横身から取れるようにしていけたらいいのかなと考えていますので、またお付き合いいただけたらと思います。ちょっと糞が出てしまって汚いんですけど、これまた別系統の赤目ですね。まあ、あの知り合いがねちょっと伸ばした魚を、ちょっと癖あるやつだけどいるって言われたんで、ね、まあ、最近このタイプが全くいなくなってしまったんでね、じゃあいただきますということで、まあ、先にちょっと癖があったりなんだりしてるんですけど、これもみじのあれですね。あ、もみじね、これもみじですね。バリバリもみじ、これももみじですね。よいしょ。で、これがまあ普通の主文タイプで、墨がちょっと残ってますよね。こういう感じの魚。そしてこれが普通輪の退色してないやつ。って考えると、まあこういうのがねちょろちょろ出てくるとやっぱり面白いなっていう。赤目のやっぱ抜け方が違うんでね、退色を見てもらうとすぐわかると思うんですけど。そこがねちょっとあのよく見ないと間違ってしまうかもしれないんでね、赤目をやりたい方っていうのは、まあちゃんとした赤目として出てきてるものをまず買うのが一番ベストだと思うので、その辺をちょっと見ながらね、買ってみると、まあ、面白い結果が得られるんじゃないかなと思っています。まあ、白内障みたいなやつがいてね、赤目に見えてしまうんですけど、それはまた赤目ではないのでね、そこと間違わないようにするとね、遠回りしなくて済むのかなと思います。こんな感じですね。